パリ五輪第二日テニス大阪なおみ0対2アンゲリック・ケルバー2024年7月27日ローラン・ギャロス女子シングルス1回戦で世界102位の大阪なおみ26イコールフリーが元世界1位で4大大会3勝を誇る同217位のアンゲリック・ケルバードイツと対戦3年前の東京五輪に続いて2度目の五輪となった大阪は 0対2、5の7、3から6、デモと世界1位同士の戦いに敗れ、初戦で姿を消した。第1セット、大阪はストローク戦で主導権を握ると第4ゲームをブレイクし、3対1とリードを奪った。しかし続く第5ゲームでストロークのミスが続きサービスダウン。5対5で迎えた第11ゲームでもミスを連発してサービスゲームを落とし、このセットを5対7で奪われた。 第2セットは互いにサービスゲームをキープする展開となったが3対3で迎えた第7ゲームでケルバーの粘り強いプレーに我慢しきれずミスを犯して先にサービスダウン第9ゲームも失った第8ゲーム中にはボールのインアウトをめぐって珍しく審判に抗議する一幕もあった21年東京五輪では聖火リレーの最終走者を務め メダルを期待されながら3回戦で姿を消した。東京五輪はナーバスになった。今回はリラックスできている。メダルが欲しい。と2度目の大舞台で雪辱を期していた。これまでは赤土のコートに苦手意識を持っていた。しかし5月の全仏オープンでは2回戦で敗れたものの、3連覇を果たした東フィオンテク、ポーランド、相手にマッチポイントを握るなど好感触を得ていた。それでも 今回は悲願のメダルをつかむことはできなかった。全米、全豪で優勝経験のある大阪は全4大大会と五輪を制する生涯ゴールデンスラムを目標に掲げる。残るは全仏、ウィンブルドン、五輪で、中でも4年に一度しかない五輪は最も難易度が高く、4年後の再挑戦に持ち越されることになった。